おはようございまーす。おはようございまーす。大丈夫ですか？はい、こっちは大丈夫ですかね。僕が久しぶりなんで。皆さん、お二人は勇気はある方ですか？ありますよ、ほら。ありますか？ほらほら。まあね、ゆうこは修羅場くぐってきたんで、ね、どうなんの？なんですよ、いつもなんかヤンキー系に走るんですか？そう、そういえば、いつぞやのコメントに私、菅野美穂に似てるって言われたんですよ。どうです？似てますよね。今回、やってもらうゲームはですね、グレイブジョンっていう、はい、ちょっとちアクションゲーム。かわいいですね。かわいいですよね。はい、こちらの主人公が、とっても臆病者っていうことで、はい、じゃあ早速、プ、はい、レイをお願いします。やってみます。はい、ほう、ステージクリア型。そうです。ちょっと、まあ、ストーリーを。かわいい。あ、かわいいな。おお、何？あ、やられた。え、あ、主人公。おお、お、え、隠れちゃう。なるほどね。めちゃくちゃ臆病者です。臆病者？悪い人ね、この衣装。おお、お、何、何？何これ？宝？宝？宝には見えないだろ、これ。え、何これ？何？あ、日本語だ。ちゃんと日本語対応です。で、こちらのゲームはですね、ネクストプロのアジア系のメーカーが作られている。魔術師。魔術師。それは、お、うん、チェチェ大丈夫か？生きてるみたいだ。なぁだ。あの、一体何事だ？あいつは何者なんだ？なんか、宝石のようなものを掘り起こしていったが、お、魔王の心臓、心臓？あ、さっきの。おかげで助かったよ。ところであなたは、あ、女の子かな。私はティナ、通りすがりの魔術師とでも言っておくわ。魔術師か、本当にありがとうよ。この状態について、ルル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 、説明してくれ。魔族が再びこの世に、この世界に現れたのよ。彼らはすぐにでも魔王を復活させるつもりみたいね。魔族？魔王？それは子供たちに読んでやるような童話に出てくるようなものじゃない。神々、うん、神々の神々も神々じゃない。え、いや、じゃあ、その魔王よ。250年前、勇者ラテミスがこの地に封印したの。へえ。だけどさっきのやつらが、もういいでしょう。読ませないでください。まあそんな感じですね。まあ、あれっすな、まあ、よくあるやつですね。主人公に押し付けてくっていうやつです。はいはいはい、ありがちの。はい。でもさっきの主人公一個にってこう出てきてないですよね、まだ。あれ、真ん中のか、真ん中の彼が、あ、もう出てんのか。あれ、金髪じゃなかったっけ、違うか。あれ、俺も金髪だったと思ったんだけど。あ、これみんな逃げるんだ。あ、逃げる。あ、ほら、来た来た来た。身内遺伝子って。ジョンを見ろ、あんな層の中で。剣なんて使ったこと。へぇ。あー、剣持たされた。あー、もうダメだ。もう引っ返せないやつですね。もうダメなやつですね。あー。この男の名前、ジョン。勇者の末裔と呼ばれた男さ。あー。祭り上げられてしまった。かわいそう。あれ、もう始まるのか。そうです、これで基本的には左右のスクロール。あ、やべ、今なんだ。もう少し待ちましょう。ノーチャットが出てくる。お話は、あ、すごい、話5分の4とか書いてある。めんどくさいからいいや。お、あ、あ、自動か。今でステージ1終わったんだ。そうですね。あ、じゃあもうお話総理なんですね。うん。あ、これ前線なんじゃないの？え、もしやの？さっきの子。これは、あの、吹き出しをタップすると。そう、そうです。ごめんなさい。あははは。よし、な、あ、手ってなんだ？あー、これがあれね。これ練習してるのかな？これ練習ですね。これが終わったら実践に。え、これは勝手にやってくれてるんですかね。そう、自動攻撃で、これだけは今のやつはボタンを押してる、うん、剣のボタン、これは自動、これを押す、ボタンを押すと必殺技みたいな。はい。で、こちらレベル上がっていきますと、はい、村でスキルを習得したり、武器を買ったりっていうことができるようになります。
毎回武器を買うためには戻らなきゃいけないんですか？あ、これじゃない、これそうです、これだ、場所によって違うのか。これ冷たいな。ティナちゃんちょっと、あ、本物練習じゃなくなってる。練習じゃない。ここからは本番ですよ。いいねいいね。サクサクいきますね。あ、なんか落ちた。なんか早い早い。無敵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 。すごいすごいすごい。いいね。クリアですね。でこんな感じで全12ステージまで用意されていまして、あ、12。その先もあるんですが、はい、そこから先は、まあ有料ということで、あ、そうなんですか、はい、ポーションは3個まで、あ、今3個持ってますもんね、うん、差し上げますわ。こんな近くまで来てるよ、やばいよ。柵とかないですもんね、ここのなんか岩みたいなの持ってる、うん、本当だ、敵のゴブリン、うん、いやー、簡単簡単、サクサク持ってきますね、うん、あ、もうちょいか。これですね、ちょっとキャラクターが迫っている都合、はい、若干雑魚が弱くなっているかもしれないですね。あ、そうですか、もうちょっと手強いですね。そうですね、でもうちょっとなんかステージ進めていただくと、ああ、じゃあ、あ、そっか、もう12まではいける、3分クッキング方式なんですね。はい、なるほどね。あ、俺がうまいわけじゃなかった。ちなみにこちら、全部で60ステージ、60の12までが無料で、じゃあ11ぐらいからいってみます？そうですね、ましょう。どんな変わるんだろう。敵は今まで、あ、びっくりした、敵かと思っちゃった。でちゃんとストーリーも進みますので、これ何？修道院、こんな修道場、ここで回復とかできるのか。あ、おあ、食らったぞ。攻撃してくる。ちょっとずつ強くなってきましたね。あ、指、あ、レベルアップ、レベルアップですね。レベルが上がると体力が自動で回復するようになります。お、できないぞ。なんだこれ、必殺技、あ、やばい、必殺技、もう少し待ちましょう。あ、必殺技はあれなんですね、剣のマークが安定してないのは使えないので、キラキラキラ、これ一匹ずつ引き寄せた方がいいかもしれないな。まとめてやることはできないっぽいですもんね、うん、いや早い早い、うまくないですか、ちょっとこの相手のやつ。ちょっと長いなぁ。 XP だな、経験値経験値、いいね、いい感じよ。12、おちょっとしたストーリーがあるぐらいになって、あ、下あるわ、これか、ごはぁ、この辺からちょっと手強くなってくるので、先ほどのようにちょっとたまに離れてスキルが回復するのもあったり、あれ逃げちゃったぞ、全員、退却すんの、いや、皆さん勇者に頼りますからね。ああ、逃げちゃう、ありがち、ダメダメダメ、かっこいい、あれ、うわ、戦うんだ、うわ、何かっこいい、ちょっとな、え、ジャンプ、あれ当たってないよ。え、こっから俺かい、あ、帰るんだ、ポーションもあるからな、もう3つありますもんね、うん、いいですね、あれ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 、ちょっとちょっとちょっと、攻撃を誘ってこう戻っていく、おぉ、もう1回いった、ポーション、ポーションフル、まだ3つ2つあり残ってますからね。おおおお、イエス、いいですね、あ、上から落ちてくる、おお、いいですね、避けも最後はスキル、あ、上から来る、おお、あめ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 、びっくりした、あめ、おお、来たぞ、やった、まだいない、いいね、いいですね、あららら、そうだよ、見捨てるなんてどういうこと、うわー、ミコっぽいな、おいしいとこだけ、おっとおっと、おっと、嘘ばっかり、ほんとにすごいな、みんなバカ、かわいそう、じゃあ13いってみますか、13は有料なんですか、
そうですね。一応ここまでしかできないです、はい、奪われたものの、あ、開発者、あ、さっきの、あ、これ開発者なんだ、説明してんだ。そうです、凝ってんな。ジュウさん、いけるのかと思っちゃいましたもん。ここから先は買ってねっていう、気になりませんか。次のステージへと続くストーリー、踊るストーリーはまだ始まったばかりなのですから。おお、面白いね。なるほどね。これで一旦無料でできる範囲がこれで一通りクリアということで。おお、面白い。最後のところ、ちなみにこれ有料いくらなの。有料はですね、iOS と Android 両方ありまして、両方あるんだ。13ステージ以降16、全60ステージまでが 60? はい、480円で。あー、480円、はい、なかなかいい値段だそうですね。中途で値段ですけど、でも、はい、なんかちゃんと楽しめそうな雰囲気を持ってね。ちゃんとこう育成モードも、うん、要素もありますので、要するにこの子をどんどん武器とかも強くしてっていうことですよね。はい、けどこう面白いですよ、分かりやすいし、うん、丁寧な作りですよね。そうね、今斧だけど、いろんな武器があるわけですね。はい。面白い。これ制作者。決心しましたか？あ、書いてある書いてある。480円になります。購入してますか？出してきますよね。あ、考えてます。え、考えてるのこれ？多分これあれですよね。あ、出たね。ここはね、P 入れておきますからね。モザイク入れておきますから。買ってねっていう、はいはい、購入に失敗しました。これついちょっと釣られちゃいそうですね。これいいやり方ですね。これいいですね。無理やりやってる感じじゃなくて、すごい丁寧な作りのような気がするな、これ。うん、やっちゃいますね、これ。ほら落ち着いて、落ち着いていいね、いいね。方向キーだけでいいっていうのはすごい。うーん、おお、これ広がる片手操作が楽にできるっていうのはありがたいですよね。いいっすね、いいっすね。へー、かわいい。でもどう成長するのかが気になる勇者の、うん、そうなんですよね。この臆病者だったジョンが、ジョンちょっと変に見せたもんね、ちょっと勇者。そうですね、ちょっとかっこよくなってたから。うん、気になるぜー。これは有料は480円のことで、誰か買ってください。買ってください。買ったらコメントはね、お前待ってます。それミーコかよ、まずここで。あ、でもちょっと買いたい感じはある。ちょっと面白そう、ね、ちょっと面白そう、やりたい。続きがもう気になっちゃいますもん。そうね、ですね。もう一回ね、最後に最後ね、開発者の方のね、心の叫び。そう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 、一人前の選手になりました。ほうほうほう、まあこれがね、魔物の正体は何なんでしょう。もう復活するのでしょうか。ティナーといつかまた会えるのでしょうか。いつ別れたんだろうね。ちょっと確かに多分道中で別れてるんですね。別れるところが抜けてましたね、はい、ほうほうほう、気になりませんか。うん、チケットがあれば世界と育成を届くことができます。怪しい通販みたいな、ね、ストーリーはまだ始まったばかりなのですから。何かのドキュメントかなと思ったら、何かのシェル系の通販になっちゃうよ。ここからは皆さんの選択次第です。その通りでございます。ではさよなら。押すこと忘れてましたよね。編集長、今日も面白いアプリでしたね。はい、これ面白かった。本当に、ね、丁寧に作られてて、うん、すごい好感動画高いよね。そうですね、キャラクターも可愛らしくて、操作もしやすいし、だから480円っていうのがなんか自信の表れのような気がする。確かにそうですね、60ステージもあるし、すごいな。ちなみに今回ちょっとサクッと、はい、ステージ12まで進んでるんですが、はい、ディスプレイで言いますと、はい、2時間ぐらいは、お、2時間ぐらいですね。13まで行くのに、あのレベル上げ決めるとそれぐらいは遊べるので。ああ、そっか、今もうレベル14ですね。そうなんです、ちょっと夢中になって僕が遊びすぎる。今回は
こんなところで、はい。はい。はい。じゃあ、皆さん、チャンネル登録の方も、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。そういうことで、はい、皆さん、チャンネル登録お願いします。さようなら。明日の15時に。